皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はスーパーロボット対戦 X のファミ通紹介をしていきたいと思います。発売直前特集、異世界アルワースで待ち受けるかつてない戦いの到来までいよいよあと1週間と書いてありますが、実際は3日後ですね。本作は様々なロボットアニメや SF アニメのキャラクターが一堂に集う人気シミュレーション RPG です。スーパーロボット対戦以下スパロボシリーズの最新作で、異世界アルワースを舞台に一風変わったストーリーが展開していきます。発売直前となる今回は、これまでの情報を総まとめと第5話までのプレイインプレッションをお届けします。まずはプレストーリーですね。始まりのアルワース、神と獣、光と闇、過去と未来が集う世界。それは永遠に目覚めぬ夢。大地は人の思いを吸い、木々には未知知恵の実が熟す。生と死の狭間に浮かび、誰にも知られず世界は回る。すべては地の神エンデの名のもとに。そしてさまざまな異世界から到来した者たちによって、アルワースに戦乱が巻き起こります。スーパーロボット対戦シリーズとは、ド派手な戦闘アニメーションや壮大なシナリオなどで人気のシミュレーション RPG で、作品の単行を超えた、クロスオーバーが随所で楽しめるのが特徴です。また原作では見られない IF の展開などが盛り込まれているのも大きな魅力の一つで、こうしたアニメファンの心をくすぐる要素がスパロボにはぎっしりあります。夢のクロスオーバーが満載です。近年の スパロボは完全な人型ロボットが出てくるわけではありません。 SF ファンタジー作品の参戦もあります。参戦作品の枠が広がって、どんな作品が出るのかかの期待度もアップです。異世界アルワースでの回戦まであとわずかです。本作の主人公はドグマと呼ばれる魔法を使う男女で、プレイヤーはゲーム開始直後に男性主人公か女性主人公のどちらかを選ぶことになります。どちらの主人公を選んでもストーリーの大筋は変わらないので、好みの主人公を選んでアルワースでの激戦を戦い抜くといいです。ちなみに女性が男性を使うのもよし、男性が女性を使うのもよしです。結構女性キャラ使うの好きですからね、私は。で、男主人公はイオリアイオライト、キャラクターボイスは、新井良平さんで、デザインはホーガユンさんです。法と秩序の番人、魔帝教団の一員で、創造石の術師の異名を持って真面目な性格で、自身の魔法でできることを探しながら旅をしています。そして女主人公はアマリーアクアマリン、キャラクターボイスは佐藤さとみさんで、デザインは甲賀ユンさんです。魔獣教団の一員で愛中石の術師の呼び名を持ちます。気弱ですが芯は強く、礼儀正しい性格の少女で、何のために生きているのか模索するために旅立ちます。そうですね、で主人公の機体がゼルガード、デザインは浅井正樹さんです。魔帝教団が開発したオートウォーロックで魔法の使用可能な機体ではありますが、魔力の増幅率は非常に不安定です。パイロットの実力や精神的なコンディションによってダイレクトに戦闘力が変化するのが特徴です。多彩な魔法を駆使して主人公の愛機が舞います。主人公の凛々しいカットイン演出もあります。魔法使いというシリーズでも異色の設定となっている彼らの物語にも注目です。で、ホープス、キャラクターボイスは野田圭一さんです。デザインは中島和恵さんです。人の言葉を理解して、
まあ上手に喋れる魔法生物です。己の知識見解を広げるためにも主人公と旅をします。その一方で戦闘のサポートも行います。疾風の三者五式 VARTEX という魔法で敵を切り裂きます。ゼルガードがから吹き荒れる風の刃が敵を容赦なくズタズタにします。恐ろしいですね。で続きましては、あの全24作品を一挙公開、幅広い年代の作品が集結している本作は、ここからは気になる全参戦作品を解説していきます。またシステムの解説では、前作スパロボ V からブラッシュアップされた新要素も紹介されますが、今回はやらないでおきます。システム振り返り、スキルルートで新たなスキルを開発生産できます。敵を迎撃したり撃墜したり特定の条件を満たすとタックポイントを獲得できます。このポイントはカスタマイズ要素にも使うので舞台全体で共有されます。貯めたポイントをスキルルートと呼ばれる項目で使うことで、パイロットの能力上昇や特殊スキルの開発生産が可能になります。初登場の新スキルもあります。転生攻撃、出撃時 の精神コマンド腹痛、戦場一戦闘だけ受けるダメージを8分の1にする、突撃、一度だけマップ兵器を除く全ての武器が移動後に使用可能になる、加速、一度だけ機体の移動機動力をプラス3がかかります。でレスキュー技能、コマンド修理の使用範囲が、隣接マスプラス1になって、ヒットポイントを回復させる量が 1.5 倍になります。また機体移動後に補給が使用できます。そしてラッキースター、出撃時精神コマンド、幸運、次に敵を迎撃した時に得られる資金が2倍になるがかかります。まあそんなところですね。というわけで今回はこの辺で一旦スーパーロボット対戦 X のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。